こんにちは平井博明です今回はですねドライバーのお話をさせていただくんですけどもドライバーを買い替えるとかですねショップ行ってドライバー買う時にしだしたりしてこれいいなと思って実際に買ってですね自分のものになったりコース行った時にあれこんなドライバーだったっけなもうちょっと良かったのになって買わなきゃよかったなとかもうちょっといいクラブ 欲ししかっっったなっていいうう失敗談がでですすねあるる方結構いらっしゃると思うんですよ実際自分もレッスンやっていて良くて買ったのにコースで使ってみたら全然良くなかったという方がですね結構いらっしゃるんですなのでより詳しいですねドライバーの仕組みだったりこういう選び方をすると失敗が少ないですよというドライバーの選び方ですよねそれを今日詳しく解説させていただきます。平井博明のワンップゴルフ まずですねどういうドライバーを買ってます例えばかっこいいとか飛ぶからって言われて買うとかいろいろあると思うんですよこれいいぞって言われて買ってみたら自分には合わなかったとか多いと思うんですけどもまずドライバーの選ぶポイント一番多いのはモデルもそうなんですけどロフトをまず決める方が多いと思うんですよドライバーは何度を選ぶ10.5とかが一番多いと思うんですけども そのロフトがないとあるでどう違うのか単純に球が上がる上がらないはもちろんロフトがある11度とか12度とかになってくるともちろん球が上がるロフトが9度とか8度になってくるとロフトが立つんで球が上がらない低い球が出るってもちろんあると思うんですが今のクラブドライバーはやっぱりロフトが ある方がいいんですよそれはなぜかというとドライバーのスピン量そもそもクラブのスピン量が今の新しいクラブって少ないんですねスピン量が少ないと球が上がっていかないんですよピュンとドロップしてしまうのでちゃんとボールが浮き上がる ロフトもしくはスピン量を打っていただかないとちゃんとしたドライバーの弾道っていうのが打てないんですねロフト選びがすごい大事になってきますちなみに僕は9.5度を使ってるんですヘッドの形状の話なんですがこれ上がカーボンクラウンって言って大体今のクラブって上がカーボンになってて重心が下になってる低重心になってるんでボールが 上がりづらいんですよ低重心のクラブってスピン量が少ないんですね低重心になってるクラブが多いんで今スピン量がすごく減ってるのでロフトを上げていただいた方が今のドライバーのボールっていうのはすごいいい球が出やすいんですよドライバーの鉛を張るっていうことなんですけどもクラブって鉛を張 ところがが動きが止まるんですよ鉛っていい効果があるんですが例えば遠側に鉛を張ったら張ったところの動きが止まるんで動き的にはこうやって動くんですよこうやってこっち側が止まって支点になってこうやって構えてるじゃないですかそれで本当はこうやって動くと思うんですよ打つ時。でも鉛をこっち側に張ると鉛が張った側が止まるんでこういうふうに動くんですね。 要は捕まりづらくなるんですそれを全部の場所にの当てはめると例えばこっち側に鉛を張ったら開閉がすごいしやすいんですねそれを上に張ったら上の動きが止まるんでこういう動きになるんですよ下が動くだから上が軽いと低重心は下に鉛を張ってんだと一緒なんで今度下が止まるんでこうやって動くんですね今度。 なんでロフトがこうずっと立って動いてるっていう状態になるんで今の低重心のクラブっていうのは球が上がりづらくなってるんですねなんでプロでもハイロフト結構ロフトのあるドライバーを使うことが多いんですやっぱり一番オーソドックスでいいのはフルチタンなんですよ上もチタン全てチタンでできてるドライバーのヘッドっていうのはすごくいいものが多いんです今こうやって複合ヘッドコンポジットですね上がが、カーボンで下が 違う素材チタンだったりいろんな素材でできてるクラブが多いんですけどもそういうクラブってどうしても重心ががが下にあるんんでで球が上がりづらいんですそういうクラブを選ぶとまままず球が捕らない右へ行きますそうなってくると今度シャフト選びが大事になってくるんですけどもまだちょっとシャフトの話は早いんでも,もうちょっとヘッドの話をしますと構えた時ってこういう感じで見えますよねヘッドが。構えた目線から今見てると思うんですけども 難しいクラブってもちろんロフトもそうなんですけどもロフト以外にどこを見たらいいかっていうとここなんですよここここが痩せてるクラブってめちゃくちゃ難しいんですよ要はこういう洋なし型っていうんですかねこっち側がこうやって出てるクラブってすごい難しいんですよ言っちゃえばテーラーメイドですよねテーラーメイドってここがすごい痩せてるキュンとここが 膨らんでるヘヘッッドドってまあまああ優しいいが多いんですねオーソドックスな丸顔はドライバーなんかで言うとすごい優しいヘッド多いんですがキャロウェイオタクの人だったらわかると思うんですけども通常のヘッドとトリプルダイヤっていうヘッドがあると思うんですけどもトリプルダイヤとかって通常ヘッドよりもここ痩せてますよね。ってことは重心距離が先側に取られてるんで重心距離が遠いと 開閉しないんですよクラブがだからフェースがまっすぐキープしやすいんですけどもその分球は捕まらないですなんで難しいっていう判断になる方が多いと思うんですねなんでそういうクラブ選び自分がどういうクラブが好んで欲しがってるかによってクラブ選びって変わってくるんですあとはヘッドの一番上クラウンの一番上からお尻にかけてこうやってギューンって落ちてますよね。これれが落ちてれば落ちちててばるほど難しいです 球が上が上りづらい。要は低重心になってる。僕インスタグラムなんかでドライバー紹介させてもらってる時にディープバックがいいですよって言った記事があるんですけどもここのお尻がが厚厚ければ厚いほどボールは簡単に上がってきます。なのであんまりキュッとお尻が落ちてるとどうしても重心が低く低くなるんでボールの下になかなか重さが打った時に伝わりづらいので。 がが上がりづらいんですね重心が高ければ高いほどやっぱり球は上がりやすいのでなるべく球上げたいなっていう方はディープバックって言ってこのお尻がもっと分厚い方がいいですそういうクラブ選びをしていただいた方がいいですねこれウエッジにも共通するんですけどもウエッジでスピンかけたいなっていうんだったらネックの長さが長いウエッジを選んであげた方がいいですこれウエッジはままた別な動画でやりますけども 重心がががが上上に来来れば来るほどスピンが入って球が上がりやすいです要はギア効果っていうのを聞いたことある方いらっしゃると思うんですけどもギア効果が重心が上なら上なほど生まれるんですねその効果が。でも重心が低重心だとギア効果っていうのが生まれづらいので当たってそのまんま前に行ってしまう。ギア効果っていうのは 当たってフェースがグンってなるんですよ下に尻ちつくそれでボールが上がっていくんですけどもそのギア効果っていうのが低重心は少ないですだからスピン量も少なくて球が上がらないっていうことなんですよねそういうクラブの仕組みを知るだけでクラブ選びっていうのが変わってきます やっぱりシャフトも変わってきてシャフトのの重量も今軽くなってんのよ前はドライバーで 70g 台が普通だったのでも今はね 50g 台になってきてるわけそうすると早く振るでしょ軽いと振れちゃうから軽くて速く振るからスピン量が増してバンって上に行くからドライバーのヘッドのスピン量を減らせるようになってきて。 要はこう打ち出し角低スピンでボーンと前に飛ばすっていう考えというか理論になってきてる、うん、だけどそれができる人が少なくなってる振らないから振れないとその恩恵を受けられない、うん、そうそこがねすごい難しいんだよねだから理論は進歩してるんだけどプロあま問わず人間の成長レベルってそんな早くないのよ、うん、だから先を 行き過ぎてる部分もあるんだよねクラブがクラブの進化の方が早すぎちゃう、うん、低重視にするためにフルーチタンじゃなくて、うん、上に軽いカーボンを使うドライバーが増えてるとそ、うん。そう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 そそう。うだからそれがねすごい最近のクラブ本当多くてほとんどだってねカーボンクラウンがどのメーカーも出してるんじゃないかなでもゼクシオってあるじゃない、うん、ゼクシオって出せば出すほど売れる だよねだでもゼクショってフルチタンなのよ<ー>そうだからねそういうポイントって敏感に反応してるのかなと思って皆さんすげえ「ゼクショ」っていいヘッドなのよだけど流行りの最先端言ってるかっつったらいい意味でそうじゃないのよかっこよさも、うん、カーボンクラウンもやってないというかでもめちゃくちゃゃく売れるのよ <laughs> そ,それはね<何>優しいからなんだよねだよ何が優しいかって その球が上がるしフルチタンだしもちろんスピンも入るヘッドの大きさも大きすぎず小さすぎずちょうどいいんだよねだそういうオーソドックスなクラブがやっぱ一番いいのよ打ちやすいと打ちやすいのよ結果が全てじゃない絶対にでもやっぱりテーラーメイドキャロウェイピン一番多いと思うんだよね最近めちゃくちゃその三者はもちろんいいクラブ出すしクラブ自体もいいんだよね ただ使う人が使いこなせなかったらいいクラブにはならないじゃないそこですよねそうシャローバッグになってここが痩せててで上がカーボン全部揃っちゃってるじゃないだからそういういいいクラブでですすけどいいですかって店員さんは一言言ってもらいたい俺は買う人に言ってくれない売れたらいいから。 じゃあシャフト何にしましょうかって言って例えばその方がいつも使ってるシャフトをテーラーメイドだったらテーラーメイドに入れましたって言ったらいつも使ってるシャフトは自分にとっては普通じゃないでもヘッドが難しいからそのクラブは難しく完成しますよっていうのがもっと分かってもらいたいのよ。でヘッドもめちゃくちゃ優しいよ自分の使ってるシャフトはいつものだよって言ったらいつものすごいいいクラブが出来上がるそこなんだよね。 難しいヘッドにしたんだったら優しいシャフトにしないといつもよりそうだから単純にプラマイゼロを作ってもらいたいた<ー>それで解決しないかもしれないけど、うん、だからシャフトを今言ったようにヘッドがすごい難しめだったら少しスペックダウンしてあげた方がいい、うん、とにかくフェースの開閉率っていうのが海外メーカーって少ないから<ー>とにかく左に行かないヘッドが多いんだよねそれはわざとそういうふうに それはやっぱ海外選手用に設計されてるからすんげえパワーがあるじゃないそのパワーにヘッドが動かないようにちゃんと作ってるじゃないその海外選手のすごいパワーを持ってる人っていうのはそれなりにシャフトを入れるじゃないそれでクラブが出来上がってじゃあそれを市販化しようと言って今度例えばそれを海外だったら日本に持ってきて日本人のパワーに合うシャフトを入れたりとか重心距離を例えば少し変えたりとかってするんだけどノーマルじゃないじゃない。 海外選手用の方がノーマルなんだからそ,だ、ね、そしたらそういうふうにイレギュラーが絶対どこかで出てくるボロが出るからだからそういう無理に当たるようなクラブになっちゃってる可能性があるそれがすごいクラブって多いだから絶対これはカットしてもらいたいんだけど <laughs> あのーうん、言えないな <laughs> <laughs> そうなのよ言えな,な言えないなこれは,う,こはうんちょっと。 カメラを大振りした後に登録ル君と二人で話しますんでごめんなさいあ、レッスンに来ていただいた方にはちょろっともしかしたら話すかもしれないですごめんなさいそういうことがすごいあるそれからラインくれればあ、いいですね公式ラインの方にその話何って言っていただければちょこっとお話しさせていただこうかなと思ってますあとトヨビのレッスンの時にもどういうクラブ買った方がいいんですかとかいろいろあったんですがこれもちょっとあまり言いづらいですけど 単純に買わない方がいい方がクラブってあるんですよメーカーとかモデル絶対買っちゃダメっていうその良くないクラブもあるんですよどのクラブもいいクラブ多いんですけどもその中でもいやこれはちょっと良くないなーっていうクラブってやっぱあります今ずっと喋ってて出てきたメーカーの中にはもちろんないんですけどもすごいあるんですよそういうクラブを買っちゃったらしょうがないんですけどどういうクラブがいいですかとか質問いただければ 何かしししらお返しいたします松山選手とか星野陸也選手とかなんてもう生ラーなんでスライスに悩んでる方でしたらジョン・ラームみたいなの頼んでますおすすめスペックかなーそれ全然いい全然いいこれはメーカー言ってないからいいんねいメーカーに寄る,とか <laughs> 寄る場合もあるそうそれがすごい出るメーカーもある場合もあるあそう,そ,うそれはだからたまたまその